韓国最高との評価を受ける K リーグイヤーマ現代のユースチームが項目別の体力テストを実施した。U18 と U12 は先月25日、U15 は先月27日にテストに臨み、全体110人の選手が同テストを終えた。ユースの選手らは20メートルスプリント、対空時間、Z ラン、シャトルラン、背筋及びや、 クラブ特有のプログラムであるコーディネーションを往復ドリブルを行った。同テストはユースの成長に必要な項目別体力テストを通して蓄積したデータを元に、選手個人に合う練習法を提示するためのものだ。